どうもショータイムゴルフです。はい、後半のスタートです。アウトコース400ヤード、400ヤードパー4、お願いします。めっちゃ右あるある、あるの、この辺結構やばい。後半スタート、竹内プロスプーン持ってます。前半のチームスコアは一打勝ち。そうだね、俺ら一打勝ち。お願いします。お願いします。翔さん、後半はバーディー量産で、うわ、チョロみたいな低い球、球が見えない。フェアウェイですね。でもはい、これは終わった。これは終わった。右。はい。182。打ち上げアゲンストなんで5番円で。はい。おお。ナイス。ナイス。はい、3打目池だったんで一発目、はい、50、この方向なんですよね。ピンどこ行ったか分かんない。まあまあね、うん、そうそう、まあまあ、うん、パッとスライスティー最初フックじゃなくてもいいけど、普通行くよ。止まったうん、最後スライス OK、 終わりました。どうぞ。ボギーだから俺ら。オッケーだ、オッケー。ナイスボギー。俺もオッケーくれ。んだよ。ドライバー打たなかった。本当だよ。誰だよドライバーつったの。男はドライバーとか言ったら誰だよ。マジミスった。無駄にボギーしない。バーディーでしょこれ。あ、キモ。よし。キモ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 。ナイス。多分275ぐらいで突き抜ける。いや、もう一気に見えます。俺らピンじゃね。ナイス。またかぶる。どこ？まっすぐ。ああ。絶対カットされるな。いやいや、右すぎるでしょ、いくらなんでも。バンカーだと思うよ。そんな飛ばないでしょ。わかんないな。え、行った、フェアウェイじゃん。マジでめっちゃ飛んでる。いやー半端じゃねえよ今の。どんだけ飛んでんの。
9番で。はい、135、9番で。うまっ。またバーディーじゃないこれ。はい、またバーディーでございます。135 6 7、うん、何もんでしょう。 PS PS 52と。お、これもいい。うん、弱い。このターフサムネ、ここまで飛んできたよ。60ヤードセカンド、60度、うん、高い球でかっ。右のが翔太さん、左手前が僕で、真ん中ピンのすげえ近くにあるのが竹内プロです。そのターフの持ち方なちゃんと直してください。直してるわ。フック、フックこれ読んでよ。どっからどう見てもスライスですけどね。これをフックで読めるのなかなかの逸材です。どんぐらい？え？俺1個。伊藤プロバーディパット。上りスライス。ちょっと頼む。くれ。神頼みです。切れない。しないじゃん。答えちゃった。チームワーク入れてね。任せろ。ちゃんとね、ちゃんとしてちゃんとしてちゃんとして出ました。弱いじゃん。お、入ったよ。ナイス、あれ、おいおい、スイ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 、チームワーク崩壊これはプレッシャーですよ、竹内さん。いやいや、先輩、先輩、QT サードまで行く人はこんなのプレッシャーじゃないですああ、そっか。僕らレベルだとね、これもう大プレッシャーですけど、目つぶっても入るわ。そう、目つぶっても入るから下りだし目つぶって打ってくれるんでしょ。目つぶって打ってくれるんでしょ。相変わらず打つまで長いね。長い、相変わらず打つまで長いね。そう、なんか打つのにずっと考えてますよ、竹内プロ。2アンダー、さすがですね。日本で一番プレーが遅いはずの竹内照樹ですが、スコアはね、やっぱさすが。 QT サードまで来るだけある。作戦変更ってそういうこと？口攻撃ですね。いやープレーマジ遅いから、もうすでにボタン押して26秒経ってるからね。7番アイアンで、7番アイアン、何ヤードですか？157ヤード、7番アイアン。まあルール上40秒超えるとペナルティーなんですけどね、本来は。まあ多めに見ましょう。いい球、戻ってきて、157、右手前目、出てきた。8番から1人目は2分、100？ 何ヤードだっけ？157185 いい球、カットして、でけえ。何番で打ったの？8。さあ、でかいわ。8ラインらしい。素晴らしくラインが出たショットじゃないですか、これは。ちょっとカメラで追えないとこに飛んできます。ライン出た、右に。だいぶ右の林にラインが
距離抜群でしょこれ。フットプロ2打目距離抜群だ。ただ距離合ってましたね。さすがライン出ししただけあって。弱いってほら、どういいだろうな。もうちょっと打てば入ったじゃん。もうナイスパー。弱いですよ。ナイスパー。弱い。はい、ナイス。ナイス。この動画をいいと思った人はチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします。